では、先ほど言いましたように最後ですね、全体のまとめを、1時間か1時間弱ぐらいでしたいと思います。で、ですね、その前に世界宗教情報の代わりというわけではないんですけども、今回のまとめにですね、かなり関係するというか、ちょっと読んでみるとですね、なかなか結構復習できるんじゃないかなというふうに思ったですね、記事というか、これ私がですね、書いた記事ですけども、京都新聞のですね、元旦号に掲載された日本人の忘れ物というですね、大きな企画があって、その中にですね、掲載されたものを挙げておきました。で、ちょっと全体は少し長いので、ここではその一部を読みながらですね、これまで学んできたことを少し振り返ってみたいと思います。で、この前略してますけども、前半ではスマホとかがね、すごく流行ってきて、そしていろんな問題もあるけども、しかしそういったですね、技術革新というかね、そういう恩恵をですね、私たちは受けていますよということを書いています。で、その講談なんですけれども、ちょっとですね、読んでみたいと思います。しかし人が他者と向き合って、その顔の表情を読み取り、感情を共有し、必要な手助けをするように進化してきた歴史は数百年どころの話ではない。長い進化のプロセスの中で獲得してきた近距離コミュニケーションこそ、人を人をたらしめている要因であると言ってもよい。人間のように顔の表情一つで微細な感情を分かち合うことのできる動物は他に存在しないということでね、動物の中の人間ということも大事だということを前回申し上げましたけども、しかし同じ動物の中でも、この顔の、微細な表情でもってコミュニケーションができる動物っていうのはやっぱ多くはないんですね。やはり人間にですね、特有の、いわば人間のですね、進化の賜物だっていうふうに言っていいと思います。で、日本では人と人の間の繊細な感情のやり取りを土台にして、人と動物や自然とのつながりの意識も繊細な形で育まれてきた。自然の事物の中にも表情を読み取ろうとする感覚は、日常的な近距離コミュニケーションがあってこそ成立するものだろう。あるいはインターネットでもかなわない先祖との交流といった遠距離コミュニケーションも、やはり家族の親密な交わりの中に基礎づけられてきたということですね。これもこれまでこの授業をね、よく聞いてくださっている方にとっては、確かに言ってたなっていうね、ところ記憶はあると思うんですけれども、ですね、かつてやっぱこういう動物との関係、自然との関係ということを非常に繊細な形でですね、保持してきた、あるいは発展させてきたというですね、歴史があります。で、しかしそうですね、例えば詩でも文学でも何でもいいんですけども、この自然の風物の中に何かこの自然の、表情を読み取ろうというような、そういう繊細な感覚っていうのは、やはり日常的なですね、コミュニケーション、近距離のですね、やっぱりコミュニケーションがあってこそやっぱりできるものですよね。ですからそこをやっぱり忘れてはいけないだろうということです。そしてインターネット、確かに発達してるんですけども、そのインターネットができるはるか以前からですね、先祖との交流といったですね、やはりこれは遠距離コミュニケーションと言っていいかどうか分かりませんけども、少なくとも私たちの身近にないものともですね、つながりたいという欲求をですね、持ってきたということについて、触れています。はい。で、次ですけども、急激な変化の中で人の顔を見ないで済む遠距離コミュニケーションだけが一方的に拡大するとどうなるのだろうか。これについてはね、また今日も後ほど話したいと思います。例えば遠隔操作によって人を殺害することのできるドローンは、この時代の副産物であるだけでなく、それは私たちのもう一つの顔でもあるということですね。遠距離の情報を得るということだけではなくてですね、私たちはさまざまな技術によってですね、遠隔地でこうものを操作するということもね、できるようになってきました。ですから、それが便利なものに転じているだけではなくてですね、人を殺すということにもですね、そういった技術が使われているということ、その点に関してですね、このドローンというのは私たちのもう一つの顔であるということですね。で、人の顔に現れる不安や喜びを受け止めることのできる、共感の能力、電子ネットワークのただ中にありながら大地や自然の息遣いを感じることのできる身体性、新年にあたって確認すべき事柄は身近にあるということで、これらもね、授業の中でお話をしてきました。共感する力、それからですね、私たちが
こう人間がですね、理性だけがずっとやっぱ強調されてきたんですね、西洋の伝統の中では。しかし理性の立場からのみですね、人間を見るのではなくって、人間が持っている動物とのつながりとか、動物性あるいは身体性といったもの、そういったことをですね、かえって今の時代においてやはりもう一度ですね、きちんとこう思い起こしたり確認するですね、必要があるのではないかということをですね、問いかけています。で、まあ、あの全体としてですね、特に後半の学んできたことを要約的にですね入っていますので、こういったことを踏まえながらですね、今日のまとめに入っていきたいと思います。はい。で、まずですね、伝統神学の、再検討ということで、これは授業の一番最初に、お話をしたことなんですけれども、現代神学を扱うという時にですね、まあ、西洋の神学、西洋のですね、まあ、西洋のキリスト教というのがザ・キリスト教みたいな位置づけを与えられてきたんですけども、まあ、それをですね、当たり前と思われてきたことを、まあ、疑うところから、現代神学っていうのはですね起こっています。で、西洋の伝統神学は普遍的であることに価値を、置いてきた、これも説明しましたが、どういうことであったかっていうと、どこであってもですね、誰であっても、そして場合によっては時代が変わってもですね、通用するということ、それがですね、やっぱり真理の一つの前提条件なんですね。ですから人、話す相手によってですね、その言い方が変わったりとか、そして20年経ったらですね、その言い方が変わるとかですね、内容が変わるというのでは、これは真理ではないわけです。ですから誰に対してもどこでもですね、当てはまるようなものが真理としてですね、考えられてきた。これが、まあ、特にギリシャ的な影響を受けたキリスト教、西洋キリスト教神学のですね、一つの主流にありました。で、ところがですね、まあ、この授業の始まりにあったのは、いやいや本当にそれは普遍的なものだったんでしょうかということで、確かにですね、それはもう全てのいろんなカテゴリーを超えるような普遍性あるものとして主張されてきたんですけれども、この授業で、まあ、見てきたのはですね、例えば文化とか人種とか性とか階級、いろいろこうありますけども、それぞれそれをですね、全て超えた普遍性ということではなくって、むしろその西洋の神学的伝統というものがですね、よくよく見ていると、それは全ての文化というよりかはですね、やっぱり西洋文化をベースにして出来上がったものである、特に地中海、ギリシャ、ローマのですね、そういったものをやっぱり土台にしています。それから、全ての人種、人間というようなですね、言い方、あるいは隣人というね、言い方はしたけれども、実際にはですね、白人がですね中心であったんじゃないか、あるいは白人のですね、男性ですよね、男性を中心のですね、その理解の仕方をですねしてきたんじゃないか、あるいは男性中心的で、なおかつですね、異性愛中心的なですね、そういうことも考えられます。そして、全ての人類がですね、共にキリスト教信仰をですね、担ってきたというよりかは、やはり一定のですね、社会階層より上、つまり支配階級の人たちがですね、それを担ってきたのであって、例えば貧しい人たちのですね、視点というのは長らくやっぱり視野に入ってこなかったわけです。そして宗教というのはですね、もうこれは言わずもがな、まあ、ほとんどのですね、長い歴史のほとんどが、それはですね、キリスト教こそがですね、宗教の中の宗教なんだという形で、とりわけキリスト教が、まあ、ローマのですね、公認宗教、国教となって以降はですね、キリスト教が中心にですね、据えられてきました。そして、さらに言うならば、まあ、近年までですね、もう問題にすらされませんでしたけれども、ホモ・サピエンスとしての人間がですね、もう世界の中心というですね、これを疑うことっていうのはもうまずなかったんですね。ですから、そこで言っていた普遍性、当たり前とされてきた普遍性っていうのは、実はこういうですね、結構やっぱ偏りがあったんじゃないか。ですからそういうやっぱり偏りを自覚した上で、よりですね、包括的なこの枠組み、あるいはそこに入ってこなかった人たちのですね、カテゴリーの声をですね、どうやっぱり組み上げていくかということが現代神学のですね、やっぱり課題になっています。で、今回ですね、まあ、今学期、授業で学んできたあのテーマをもう一度ここに列挙していますけれども、世界体制のただ中からというところで、アルベルト・シュバイツァー、それからディートリヒ・ボンフェッファーという人をね、扱いました。それから戦争に、まあ、第二次世界大戦下における教会のですね、まあ、様子も扱いましたけれども、それは20世紀という時代、さらには21世紀へとつながっていく時代の中で、やはりこの戦争の経験ということがですね、やっぱり一つの起点になっているんですね。そういった人間が持っていた非常に大きな暴力性というものを、私たちは
残念ながらですね、今も克服できていません。ですから、そういうですね、まあ、過去の出来事であるけれども、そういった問題に、まあ、あの2人しかね、取り上げ、時間の都合上取り上げてはいませんけれども、シュバイツァーとかね、ボンヘッファーという人がどうですね、立ち向かったかということをお話ししたわけです。そして、まあ、あの戦後復興の時代、ね、世界の多くはそういう時代を迎えていくんですけども、まあ、ラテンアメリカにおいてはですね、解放の神学というものが1960年代以降ですね、問題に大きなですね、運動を、まあ、となってきます。そして、まあ、解放の神学の系譜の中でですね、黒人神学、フェミニスト神学、つまり今まで白人中心であったところにですね、黒人の立場からですね、きちんとこうアプローチしていく、あるいは女性のですね、視点から今まで見えなかったですね、領域にきちんとアプローチしていくということがですね、始まっていきます。まあ、あのフェミニスト神学のところではですね、まあ、同性愛のこと少し最後に触れましたけども、クイア神学っていうですね、新しい神学の流れもここから出てきています。そして、まあ、解放の神学とか黒人の神学、フェミニスト神学のそれぞれに、この形而上学的なですね、この神の国とか来世観ではなくって、今この現実をどう変えるかっていうことが大事なんだよっていうことをですね、教えるような新しいタイプの終末論っていうものがですね、やっぱりエネルギーを与えていくんですね。天国っていうものが何かあの世のですね、こと、死んでからやっと行けるところではなくって、今この苦しみをどうするのかっていうことがですね、問いではないかっていうこと、これはやっぱり終末論のですね、新しい見直しです。そういったですね、こういった初心学のいわばこの基盤のところにですね、終末論もありました。そして後半に行くと宗教の神学ということで、キリスト教がですね、他の宗教とどうやって出会ってきたのか、そしてまあ現代のですね、多元化した社会の中でキリスト教がですね、他宗教をどう理解し、またどう対話しているのか、そして実際にですね、まあ、どういうふうなですね、いわば対話の類型があるのかということもですね、ここではお話をしてきました。そして、人間がですね、まあ、自然を支配して当然だというふうに長らく西洋キリスト教では考えられてきたんですけれども、エコロジーの神学というね、中ではその人間とですね、自然の関係をもう一度こう見直してですね、人間、その自然というものをと人間とのですね、関係性をこの再検討していく、そういう中でですね、自然に対するまあ、ただ一方的にですね、搾取してエネルギーとして使ったらいいという関係ではなくてですね、そのやっぱり管理者としての人間の責任ですね、そういったことがここではですね、まあ、課題として、まあ、明らかになってきました。そして、前回ですね、まあ、その流れの中で、まあ、動物の神学っていうことをですね、扱ったかと思います。でこういうですね、まあ、神学、現代神学の中で、一貫してまあ通ってきたのは、神学とコンテキストの関係です。普遍的ということで、何かこう何て言うかな、その誰でもどこでも通用するようなですね、そういうフラットな平面があるわけじゃなくって、それぞれやっぱり生きている世界、場合によっては時代によってですね、やっぱりテーマっていうのは変わってくるわけです。ですからそこをですね、やっぱきちんと捉えていこうということで、まあ、誰がどこで何のためにどのような神学を必要とするのかということが、現代神学とりわけですね、今紹介したような新しい神学をですね、生み出してきた原動力にあるっていうことですね。ということは、私たちもですね、もちろん西洋の神学から多くのことを今もですね、学ぶことができます。学んだらいいんですけども、ただ単にですね、学んで、あ、なるほどというふうに終わるんではなくって、でじゃあ私たちはですね、何を考えたらいいのか、結局私たち自身のですね、課題が何なのかということを、やはりこの秋学期全体のですね、授業を通じて皆さん自身にやっぱり考えてほしいんですね。いろんな課題が世界にあります。ではこの日本において、あるいはアジアにおいてですね、どういう課題があるんだろうか、この現代というですね、時代において私たちはですね、何を考えなければならないのかということがですね、問いとして問われているということですね。ですから神学っていうのはですね、誰か他の人にも任せられる人事ではなくって、やはりこういった私たちが今生きているこの時代とかね、場所というコンテキストを意識して、皆さん自身がですね、その課題をですね、
整理してほしいなと思います。で、西洋キリスト教神学を、ね、相対化するということでいろんな西洋的なの取り組みも紹介してきましたけども、合わせてこのちょうど真ん中前半ぐらいにですね、中国のですね社会科学院からダン先生にね来ていただいて、中国のキリスト教についてねお話しいただきました。同じですねアジアでも日本での教会とね中国での今の教会のね動きっていうのはもうだいぶ違うなっていうことをね皆さんやっぱり分かっていただいたと思うんですよね。ですからやはり国が違えば教会に対して求めるものも違うし、教会にですね集っている人たちの層もやっぱり違うんですよね。ですからそういうですねいろんな違いを知る中でキリスト教のですね、多様性ということも理解していくことができます。で、現代神学および宗教を学ぶ意義がどこにあるんだろうか、あるいは振り返ってですねあったんだろうかということをですねちょっと簡単にまとめてみたいと思います。で、この授業ではですね現代神学ですからキリスト教を中心にお話をしてきましたけれども、それにね、付随する形で日本の宗教とかねイスラムとか他の宗教のことも紹介してきました。ですから、まずは新、キリスト教あるいはね広く宗教を学ぶ意義がどこにあるのかということで、この秋学期の授業ではですね現代神学というテーマがありましたので、それをですね学ぶことによって現代がどういう時代なのかというですねこの時代のコンテキストを皆さんは、少なからず学んだはずです。もちろん宗教という、ね、視点からですけど、でこれを考えるときにですねいくつかやっぱり重要なキーワードがあって、近代化、世俗化、多元化、グローバリゼーション、そして、宗教復興あるいは再生化といわれるようなです、ね、ことがありまして、近代化というのはですね長いプロセス西洋の中 で、 です、ね、長いプロセスがありそれにですね、そのいわば副産物として世俗化ということもありました。そしてこういうものがですねある種セットになって日本のですね近代にも影響を与えてきました。ですから近代化っていうのはですね極めて西洋的な現象ではあるんですけれども西洋のですねやっぱ影響力っていうのは結局グローバルに与えていった与えられてきましたので、日本を含むですねアジアでもこういった問題をですねそれぞれのコンテキストの中で受け止めていくことになったわけです。で、この近代化世俗化が進む中進みですね同時に、交通さまざまなですね、その人の交流物の交流がこう盛んになっていく中で、これまでであればそれぞれの地域にですねある程度、この積み上げていた伝統的な宗教というものに加え外からですねいろんな宗教が入ってきて今はヨーロッパであれアメリカであれあるいはアジアでありですねこれはこの地域はこの宗教ですよっていうふうにですね簡単に言えるですね状況ではなくなってきているということです。つまりどの社会もですねこれは多かれ少なかれ宗教多元的な状況になっているということをですねお話をしました。これはグローバリゼーションの結果でもあります。グローバリゼーションが進むことによって多くの地域で宗教の多元化がですね進行していますので、そういうですね状況の中で異なる宗教的価値観を持った人同士がどうすればですね共存できるのかというですねこの問いの前にですねパーフェクトな答えを与えている場所っていうのはまだないんですよ。みんな今苦労しています。その途上にあるんですね。でこの対応策もですねかなりやっぱり違いますよ国によってね。しかしこれ大事なですね問いです。そして一昔前はこの科学技術が進み時代がですねどん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 進んでいけば宗教のようなことにですね人間は頼らずに済む時代がやってくると。ですから世界というものは遅かれ早かれもう全てですね世俗化されていくというふうに考えた人たちがいました。世俗化論なんですね。ところが実際ですね20世紀の後半から現代を見てもですね今の世界を理解する上で宗教をですね抜きにしてももはや理解できません。いろんな国際紛争もうイスラム国の名前を挙げるまでもありませんけれども、これはもう今の世界の情勢をですね理解しようと思えば地域紛争戦争テロやっぱり宗教をですねやっぱ抜きに理解できないんですね。ということは私たちはですね単純に世俗化しているだけではありません。世俗化が進んでいる地域ありますよ。
ヨーロッパ、アメリカ、まさにそうです。しかし、他の地域ではですね、むしろそれとは逆の現象、この宗教復興とかですね、あるいは世俗化と反対の、まあ、再生化みたいなですね、そういったことも私たちは合わせて見ていく必要があるということです。ですから世俗化というプロセスは確かに進んでいるでしょう。しかしそれはですね、不可逆的にこの進んでいるわけではなくてですね、それが地球全体としてはそういうものが進んでいる地域もあるかと思えば、宗教がですね復興するような地域もある。ですから私たちはこの両方ですね、合わせて見ていく必要があるということです。まあ、そうですね、まあ、現代のコンテキストというものをですね、まあ、この授業では学んできました。それからキリスト教のですね、まあ、多様性を皆さん理解していただけたんではないかなと思うんですね。キリスト教についてね、説明してくださいとか、キリスト教ってどんなんですかっていうふうに言うと、まあ、一番こう安直な答えはね、プロテスタ、カトリックとプロテスタントと、まあ、正教会とね、あってみたいな、そういうふうな説明をするかもしれませんけども、これはですね、キリスト教の多様性のごくごく一部です。そんな教派の、ね、違いというのは実は今あんまりむしろ、違いとしてはですね、大きくなくって、同じキリスト教でもですね、保守的な考えの人たちからですね、非常に進んだリベラルなですね、考えの人たちまで、これはもう同じキリスト教とは言えないぐらいにですね、価値の多様性というものがあるということなんですね。先ほど、人種問題とかですね、性差別の問題、取り上げましたけれども、まあ、残念ながらですね、今もキリスト教の中にはですね、やっぱりすごく保守的な人います、間違いなく。例えば家庭の中ではですね、もう男性中心でいいんだ、こういうですね、伝統的な、男性中心的なですね、価値観がやっぱり必要なんだっていうようなことをね、訴える人もいますし、それから今のですね、まあ、ドナルド・トランプにですね、代表されるように、ちょっと待ってくださいね、非常にですね、まあ、結果として白人中心主義的なですね、人種観を持っているような人たちも少なからずやっぱりいるわけなんですね。ですからそういうですね、実態も知りつつ、しかしそれはおかしいんじゃないかというふうにですね、考えて問題のですね、解決に取り組んでいる人たちもいますので、やはりそういうですね、非常に幅があると、簡単にですね、ひとまとめできないぐらいの多様性があるということを皆さんは知っていただけたのではないかなと思うんですね。ですからただ日本社会ではですね、まだこうです。イスラム、キリスト教、非常にですね、なんていうかな、その一枚岩的なですね、イメージでもって、それを、まあ、十把一からげにですね、捉えてしまって、キリスト教はこういう宗教でしょっていうふうにですね、言ってしまいがちなんですね。残念ながら人はですね、分からない対象に対してレッテルを貼りがちです。知識がなければ非常にですね、事柄というか対象ですね、対象化しがちなんです、その単純化しがちなんですね。しかし皆さんは行って学んだということの上にですね、まあ、例えば宗教の事柄が出てきた時にですね、いやいやそんな簡単には言えないんじゃないかっていう形で、ちょっと一歩踏みとどまれるっていうかな、そのですね、感覚を持つだけでもですね、皆さんは学んだっていうことになりますね。単純化しないということですね。キリスト教はこうだとか、日本の宗教はこうだっていう形でですね、単純化しないような知識のベース、理解のベースをですね、まあ、確認してほしいなというふうに思います。そして、3番目にですね、まあ、宗教を知ることは、まあ、人間を知ることで、あるということで、まあ、これはね、まあ、やっぱり一つ強調しておきたいポイントの一つでもあります。まあ、ちょっと単純な、ね、言い方をするとですね、今挙げましたそのテロとか、そのさまざまな戦争を、ね、見るにつけて、あ、やっぱり、これはなんか宗教がですね、トラブルを起こしていると。ですから宗教があるからこんなですね、テロとか戦争が起こるのであって、そういうものをですね、もうなくすためには宗教をなくしてしまえばいいんだというですね、まあ、宗教害悪論みたいなものっていうのはね、日本では結構簡単に出てきます。でこれはですね、もちろんこういうアプローチ、なんていうかな、問いの立て方では、あるいは答えの仕方ではですね、もちろん問題は解決しませんけれども、そういうふうにやっぱ単純化、還元的にですね、考えてしまいがちなんですね。で私たちにとってはですね、これはもう宗教とは何かということを、まあ、部分的にですね、最初から話してきましたように、人間とですね、同じ歴史を持っています。人間はですね、未知なるものをですね、やっぱり考えてしまう、そういうですね、特性をやっぱり、脳の構造上持っているということもね、お話を、しました。で
つまり人間が人間である以上ですね、宗教的なものを切り離してですね、この生きるということは実際できません。で、宗教ですね、いるいらないということの前に宗教のでのですね事柄を学ぶことによって人間をですね知ることができます。これがやっぱり宗教を学ぶっていうことのですね一番の醍醐味だと思うんですね。これもう少し具体的に言うと、人間はですねもう途方もないですね愚かさを持っています。同じ失敗をですね何回でも繰り返すんですよ。あんだけひどいことがあったのに、そしてしばらくは反省したのにですね、なんかまた同じことやってる。もうすごく徹底して愚かですよね。戦争なんてその典型です。日本の原発もねそうかもしれません。愚か。そしてですね、人間はですね、おぞましいほどに残虐です。人がですね人を簡単に殺してしまう。それは戦争の問題だけではありませんよ。今親が子を殺したり子が親を殺したりとかですね、もうそういうことがやはりまあ得意な例とはいえねやっぱりあります。そして、まあ人間がですね非常に残虐であるっていうこと、これ残念ながら否定できません。そしてそういう例をですね宗教の歴史にたくさん見ることができます。宗教を見ればですね人が人を差別し、そしてこの授業でもねお話してきましたように、ここまでは自分にとって隣人だからお互い大事にするけど、そこから外はですね自分に関係ない人たちだから、まあ、ある意味では差別して当然という形で、それが奴隷であったり女性であったり黒人であったりね、いろんな形で差別を正当化してきた歴史っていうものがいずれの宗教にもですねやっぱりこれあるんですね。でそういうことを知る中で、あ、人間が持つ、非常にこの根深い差別意識であるとか暴力性であるとか、愚かさとかですね、そういうものを宗教を学ぶことによって知ることができます。そうですね、宝庫なんですよ。で、長いですね歴史を持っていますので、それをですね見ることによって人間がですねいかに愚かであるか、特にですねそういうことがもうふんだんに書かれているのがですね、聖書です。聖書っていうのは読む前にはですね聖なる書と書いてますから、何か人間のですね立派な物語ばっかりが書かれているかなというふうにですね、読む前には普通期待します。ところがもうページを数ページ開くだけでですねそんな立派な話どころか、もう人が殺したりとかですね、もうそんな変な話ばっかり出てくるんですね。人間がいかにこの、なんてずる賢くてですね、悪くてみたいなですね、そういう物語がいっぱいこれあるんですよね。でもう人類最初の殺人というのがですねもうすでにエデン の直後にですね起こっています。カインによるアベル殺しっていうね、つまりどんなにですね牧歌的な共同体であったとしても、今のようにですね LINE も何もない時代ですよ、インターネットも何も時代にもかかわらず兄弟殺しが起こる。人間とはそういう存在なんだということをですね聖書はやっぱり教えてるんですよ。それをどうやったら防ぐことができるのかっていうですね問いもそこに投げかけられています。ですから、まあ、そういうですねリアリティの問題、極めてリアリズムというものをですね聖書はそこに根ざしているんですけども、人間が持つですね、まあ、本当にその、まあ、これキリスト教では罪というふうに呼んだりする場合もありますけども、人間の愚かさとかですね残虐さとか、そういうものをですね一方では学ぶことができます。これ大事ですよね。人間のダークサイドみたいなですねそういう感じですよ。ところが他方、それだけじゃなくって人間の中にあるですねいろんな可能性もですね宗教を通じて見ることができます。今までであれば、こういうふうに、区別例えば差別の構造があってもですねこれは こんなもんなんだから超えられないっていうふうに言っていたところをですね限界を超えていく、そういうですね一歩を踏み出すのもやっぱり宗教であったわけですね。で、まあ、キングのですね、まあ、話をもう少し出しましたけども I have a dream ということで、今までの人であればですね、考えもできなかったような夢をですねそこに提示することによって限界をですねやっぱり超えていこうとする、そういう動きもですねやっぱり宗教の中から出てきました。非暴力、ノンバイオレンス、暴力を用いずにですね世の中を変えていくということは今までは誰もやっぱり考えられなかったわけですよ。しかしそういうですね新たな考えをきちんと自分の思想の土台に据えてそれを実践していく、そうすることによってですね非暴力によっても世の中を変えることができるんだということをですね示すわけです。で、シュバイツァーのですね、まあ、例で見ましたように人間中心主義的なですね限界をきちんと認識した上で生への畏敬あるいは生命への畏敬というですね新たなこの地平を切り開いていくというですね、それもやっぱり宗教的なリソースがあってこそですねやっぱり成し得るものであるわけなんですね。ですから
その非常にですねダークな部分、人間が持っているですねダークな部分もきちんとやっぱり見ることが必要ですし、同時にですね今私たちがもうしゃあないなと思っているようなですね限界状況をこう突破していくようなですね力も宗教の中にはですね多分にあるということです。そういう意味で人間が持つですねいわば闇の部分、暗い部分もと同時にですね人間が持つポジティブな可能性、そういったものをですねきちんとやはり見ていくためのこう豊富なですねリソースとしてやっぱ宗教をですね学ぶ意義があるということです。ですからまとめるならば、宗教は人間のですね両極端を見極めるレンズの役割を果たしているというふうにですね言うことができます。漫然とですね人間どうなのかというだけじゃなくてですね、人間のダークな部分もですねそれは宗教の中にいっぱいあるんですよ。そういうものをですねきちっと、ダークな部分もあればですね、可能性の部分、そのですね両方をきちんとやっぱり見ていくような、レンズのようなですね役割を、宗教は果たしている、ゆえにですねそれを学ぶ意義があるということです。ではですね、この授業で、ので学んできたことをですね少し、振り返りながら、リアリティの認識ということについて、話をしていきたいと思います。多様な潮流ということでですねいろんな神学を取り上げてきましたけれども、そういった神学的な施策と実践が前提としているですねリアリティを私たちはですねどのようにですね共有することができるのかということです。これ今順番に見ていきますけども、解放の神学がですね着目したのはですね人々のやっぱ貧しさです。貧しさっていうのは、確かにそれ自体ですね、そこから出したいというふうに多くの人は思うんですけれども、しかし貧しさ自体にですね着目し新しい意味を与えていく。じゃあこの貧しさというですねリアリティを豊かな国の日本に住む皆さんはですねどの程度理解できるか、これ結構難しいですよ。言葉では分かる、写真で見たら大変そうだなと思うけども、本当にですね、人々貧しい、ただ中にある人々のですね貧しさを共有するということはですね私たちに難しいかもしれません。しかしそういう現実があるということをまずやっぱり周知層があるということですね。あるいは黒人とか女性とかですね、あるいは LGBT の方々が持っているようなこの苦悩というもの、そこにですね私たちがどれぐらい寄り添うことができるのか、ということですね。これもやはり、まずはですね理解する必要があります。そこにですね完全に一緒になれるかなれないかということはですね、分からないにしてもですねやはりそういう苦悩があるということに対して関心を向けていくということはですねやっぱり大事ですよね。それから対立する価値とか宗教と宗教の間のですね圧力とか緊張、これ実際今ですね中東の各地で起こっていることがことです。その価値と価値がですねテンションを引き起こすようなですね状況がある、そういうですね中で住む家をですね捨てて国外にですね逃れなければならないような難民の人たちもですねたくさんいます。そういうですね緊張に満ちた明日ですね、あるいは今この瞬間にですね爆弾によって自分の命が吹き飛ぶかもしれないような緊張というのはですね今この場にはないですよね。しかしこれは世界の現実の一部です。でそういうもの、それからエコロジーの神学が視野に入れようとする自然の命のうめきですね、これはもちろん聞こえませんけども、そういったものにですね耳を傾けるようなセンスを持った人がですね、シュバイツがはじめやっぱりこれいたんですね。それから前回やったことですけども、工場畜産や動物実験の犠牲になっている動物たちの無言っていうかな、動物たちは声を上げることができません。しかし動物であってもですね私たちと同じように痛みをですね感じる仕組みを持ってるんですよね。前回の話したところによれば、例えばピーター・シンガーはですねそのセンティエンシー、つまりそういう感受性というかな、痛みを持っている感覚を持っているに対してはものに対してはですね同じく私たちと同じくですね道徳的配慮が必要ではないかというですね、問題提起をしました。痛いとかですね死にたくないということをですね動物は言いません、声に出して。しかしそういうですね無言をきちんと聞き取っていくことができるかどうかということですね。ですからここで取り上げたのはですね、さまざまなやっぱりそういうリアリティに私たちがどれぐらいやっぱり肉薄できるかどうかということはですねやっぱり考えてほしいと思うんですよね。そしてそこに近く寄り添えるものもあれば、やはり今ですね私たちの状況からはすぐにはですね、それを理解できないものもあるかもしれませんけれども、少なくともこういった
そのさまざまなこの苦悩のリアリティということを知ることによって、少なくとも私たちの関心をですねそこにこの開いていくっていうかな、これがやっぱ大事です。そしてそれを知ることができればすぐそこに寄り添うことができなかったとしても最低限私たちがですねその苦悩をもたらす主体者にならないということです。差別があってですね同じくいやあいつらは差別されて当然だみたいな立場にですね立たないということ、これ絶対大事ですよね。もうあれは彼らの自己責任、貧しいのはですねもうそんな貧しい国で散々好き放題やってきてそうなってるんだからもう仕方がないじゃないかと、死んでいくのも仕方がないという形でですねそういうような形で、彼らのですね自己責任論であるとかだから私たちは関係ないというふうに言わない、簡単にですね言わないためにもやっぱりこういったですねさまざまなリアリティに対して目を向けていく、関心を向けていくということがですねやっぱり大事になってきます。はい、では、そうですね、まあ、非常に生々しいリアリティが現代の世界にあるんだけども同時にですね、皆さんがこう日常的に置かれているこう空間というのはですね、まあ、情報化社会です。情報化社会のリアリティ感覚ということもですね、見ながら、それとですね、まあ、少し宗教あるいはキリスト教とのですね関係を最後にですねちょっとまとめておきたいと思います。まずはですね、まあちょっとネガティブなところからいきますと、ネット依存という言葉がですね、まあ、もう近年流行っています。これは日本だけではなくてですねお隣の韓国あるいは中国でもですねすごくやっぱ深刻な問題になって、なんかこれ本当かどうか分かりませんけど中国ではねもうそのネット遺産の子どもたちをこう収容するようなキャンプまでねあって、そこまでしないとですね、もうゲームオンラインゲームからですね逃れられないみたいなですね、そういうこと もう各国でですね、まあ、実際に起こっています。で、まあ、皆さんはですねちょっとその中学生とか高校生と比べれば大人になっているので極端なことはないと思うんですけども、まあ、私が見ていてもちょっと危ないなというような感じの人はですねやっぱりいます。もう手からですねスマホが離れないみたいなね。で、まあ、横に置いててもですねもうすぐなんか気になってついついこの触ってしまうというようなですねこういうやっぱり感覚っていうのは結構やっぱ強くなってると思うんですね。で、大学生ぐらいになるとある程度対象化したり自分のですね意思でコントロールできるかもしれませんけども、小学校とか中学生とか高校生がですね一旦こうハマってしまうとそこから脱出するっていうのはかなりやっぱりしんどいです。これはもういろんなデータがですね今も示しているんですけども、皆さんにとってもですねそこは多分苦労するところが今あるかもしれませんが、これから皆さんがですね直面する、最大の苦労の一つはですねどういうことかっていうと、ちょっとだけあらかじめ言っておくと、皆さんがもしですね将来ご家庭を持って、子供をですね持った時に子供にですねそういうものをどういうふうに提供するかっていうことです。これなかなか難しいですよ。みんな周り持ってるんですよ。ないとですね連絡も取れないって言うかもしれません。でも与えちゃうと有害な情報も入ってくる、あるいはそのですね中でですねいじめもあるかもしれない、そこにですねハマってですね依存して出れないかもしれない、そうですねすごく大きな誘惑も最先端の危機にはあるんですね。じゃあ親として子供にですねそういうものをどういうふうに提供するのか、どういうですね制限を設けるのか、どういう約束をするのか、これはですね今小さい子供を持っている親がですねもう等しく悩んでいる事柄です。ところが、まあ、悩んでない人たちもいます。今はもう例えば電車でよく光景見かけるんですけども、もう小さい子供がねスマホも出されて、持てたらねゲームとかしてて静かになるので親とすれば楽なんですよ。iPad でも何でもいいです。で親は親でスマホ必死でいじってるんですね。ですから電車で親子が座ってるんだけども、もう親子の会話は全然せずにお互いが必死でですねスマホをいじって遊んだりとかですねコミュニケーションしてるってですね、こういうやっぱり状況が、まあ、決してもう珍しくなくなってきてる段階ですね。ですからこのスマホへの依存とかですね、それからまあオンラインゲームとかですねやりだすとこう、まあ、なかなか止まらなくなる、こういったものがですね私たちの周りを取り囲んでいますね。で、そしてですね、まあ、そういうそこまで依存的ではないにしてもですねいろんなレベルでリアルというものがですねバーチャルに従属しているような状況が生まれつつあります。例えば、まあ、SNS、まあまあ、LINE でもですね Facebook でも何でもいいんですけども SNS へのですね、まあ、投稿
これはまあ皆さんもね、人によって日常的にされていると思うんですけども、なんか生きている時にですね、なんか小ネタ探し、なんか LINE とかですね、いろんなものに投稿するための写真、あ、おいしいものがあったらですね、写真撮ったりとかですね、投稿して、なんか日常がなんかそのSNS に投稿する小ネタ探しのために、なんかむしろ成り立っているようなですね、そういうふうなことにもですね、今なったりしているかもしれません。で、まあ、それだけですね、この情報化社会っていうのは私たちの日常とか精神性にですね、非常に強い影響を及ぼします。でもう一つ二つですね、例を挙げますと、ネット上でのですね、まあ、商品評価、皆さんが何か物を買うとき、新しいですね、商品が出たり、自分が今必要なものを買うときにですね、まあ、Amazon とか楽天とかですね、いろんなインターネットを探すと思います。あるいは誰か友達と食事をしに行くとき、グルナビとかですね、いろんなそういうお店を探して見ると思うんですけども、その時にですね、大体お店探しにしても商品探しにしても、星5つのうちにですね、例えば4つか 3つかということをですね、まあ見ると思うんですよね。レビューも参考になります。私もそれを参考にしますので、それを一概にですね、意味がないとは言いませんけども、目の前にですね、お店があったとしても、グルナビのですね、星を気にしながら選んでしまうっていうかな。ですから私たちはここでですね、考えないといけないのは、本当に自分が欲しているものを選んでいるのか、あるいは多くの人が良いというものをただ追いかけてそれをですね、買っているだけなのか、これかなり際どいところにいると思うんですよね。つまり、より多くの人が良いというものを自動的に選ばされているだけです、多くの場合は。そして自分が本当に欲しいものが何なのかということをですね、考えるチャンスをですね、どん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 奪われていっています。本当にあなたが欲しているものは何なのか、これなのか、どうなのか、そしてそれをですね、見極めるような、いわば訓練というかな、それを日常的に奪われていっているので、自分で自分の欲するものを考え、瞬別していくようなですね、まあ、こう機会がない、なくなってきているんですね。人がですね、いいと思っているものにプチッとですね、ボタンを押す方が楽だからです。で、その中で結果的にですね、私たちがですね、自分自身で欲しているものもだんだんこう分からなくなってきているというですね、ことも少し考えておく必要があります。で、これはですね、まあ、欲求のビッグデータ化というふうに言っていいと思うんですけども、いろんな人の欲求というものを、いわばこのデータ化して、そして一旦ね、ある商品を買ったら、こんな商品もどうですかということをですね、今はもう Amazon であり、どこのサービスでありですね、関連商品をですね、出してきたりとかっていう形で、大きなビッグデータの中にですね、皆さんはその一部にもうすでになってしまってるんですね。そして企業はそういうビッグデータの中でですね、うまくその購買者のですね、まあ、関心をそそるようなサービスをさまざまに提供していきます。ですから、そこで本当に自分が求めているものは何なのかということをですね、どうやったら見極められるんだろうかということです。これからですね、まあ、もうすでにね、4回生の方で就職活動終わった方もおられますけれども、3回生の方はですね、これから本格的に就職活動に入っていきます。そこで皆さんがですね、自分の人生設計、将来を考えてですね、これから職選びをしていかないといけないんですけれども、多くの場合ですね、この大企業みんな評判がいいから、やっぱりそこを受けてみようという形でですね、やはり多くの人がいいと思うところをまずやっぱり選択していくということですね、まあ、これはやっぱりなります。ですから、そういう部分がですね、もちろん一部にあってもいいんですけども、人がいいと言ってるからいいのか、本当に自分が求めているものがそこにあるから自分はそこに行くのかっていうことのですね、やっぱりどっかこう区別っていうかな、その間のやはりこの揺らぎみたいなものがですね、皆さんをやっぱり成長させていく一つの材料になると思うんですね。ですから、人の欲求をただ単に自分が追いかけていく、これではですね、その中にですね、取り込まれてしまうだけです。こういうですね、やっぱり情報化社会ならではのですね、やっぱりリアリティ感覚というものをですね、どこかでやっぱこう対象化していく必要があるかと思います。そしてもう一つですね、別のテーマですけども、インスタントな答えへのですね、まあ、依存、スマホにですね、必ずしも依存していなくてもですね、おそらくここにいる人たち全員がですね、ほぼ例外なくですね、Google を一度も使ったことがないという人はまずいないと思います。Google を使いですね、まあ、もう Google という言葉から分かりますように、分からなければ Google に聞くと、そして Google に聞けば、
キーワードを入れたりですね、音声でやったらですね、もう入れて 0.2 秒後にはもう答え返してくれるわけですよ。ですからそれが皆さんのですね、問いを発し答えが返ってくる時のですね、いわば皆さんが我慢できるですね、時間です。それ以上長かったらですね、もうそんな待ってられんってことになるわけですよ。もう Google に聞けばすぐ答え返してくれる。でつまりそういうですね、インスタントな答えというものはですね、インスタントであるべきだ。すぐに返ってくる答えがですね、やはり自分にとっては望ましいっていうですね、そういう感覚に徐々にですね、やっぱりこう、鳴らされていってるっていうことですね。で、もう一つですね、言いますと、これはこの授業でですね、かつてはこういったクラスで、学期末テストではなくて学期末レポートをですね、貸していたこともありました。学んだことを皆さんがそれぞれですね、文章で書いてくださいっていうふうに言っていた時代もあったんですけども、ある時期からですね、もうこれやめようというふうに思いました。これ思ったですね、原因がここと関係があるんですが、Google で検索すればですね、無限とも言えるインターネットから答えを得られるんですが、そこから出てくるですね、答えを選ぶときにほとんどの場合、皆さんは Google が返す答えの上位のですね、5位とか10位ぐらいの中から次の、その選択をですね、選んでると思うんですよね。でとなると本当はですね、無限の多様性があるインターネットでもあるにもかかわらず、同じキーワードを入れたときに返ってくるですね、答えにほとんどの人がですね、そこにですね、縛られます。ですから例えばレポートを書いてください、こういうテーマでレポートを書いてくださいって言った時に、大体似たようなキーワードでですね、インターネットで調べて、そして出てくる答えでもって、それを書き始めたりするとですね、この学期末レポート、例えばこれぐらいのですね、人数50人ぐらいの、人数がいたら、多分50人いればですね、50用の多様性があってしかるべきなんですけれども、もうお手軽にしている人はですね、インターネットからのコピペみたいなものがたくさん出てくるわけですよ。しかももうごく限られた人数であるにもかかわらず、例えば50人の中でですね、もうほとんどうり二つみたいなものがもう2人3人と出てくるんですね。そして、内容がですね、もちろん同じであるということも問題だし、コピペしてるということ もう問題なんですけども、インターネットというものが皆さんに多様性を提供しているというよりかは、むしろ非常に皮肉なことにですね、確一性へとですね、皆さんを誘っているということです。同じキーワードに対して返ってくる答えにですね、ほとんどの人が縛られて、そこにですね、誘導されていってしまっている。ですから、そういうことをですね、何年か繰り返していく中で、これコピペでしょっていうことをですね、いちいちもう指摘していくのもですね、もうしんどくなってきてですね、ある時からもうそういういたちごっこみたいなことはですね、もうあんまりしたくないので、もう、レポートではなくてですね、本当に学んだことを、きちんとですね、答えてもらう、期末試験にですね、してきたという経緯もあります。ですから、こういうですね、Google に聞けば、確かにすぐ答えが返ってくるんですけども、その答えというものに、皆さんがですね、全幅の信頼を置きすぎると、知らず知らずのうちにですね、確率的な枠の中にですね、こう取り込まれていってしまうということもですね、あります。でインスタントな答えにですね、残念ながらこれに依存して日常は成り立っていると思うんですが、これをですね、どうやったら対象化できるかということです。これはですね、一つはっきりとしたやり方があって、簡単には答えが出ない問いを皆さんが持ち続けることです。いいですか。簡単には答えの出ない問いをですね、皆さんそれぞれ関心、それから関わっているですね、皆さんが所属している学部があるはずです。そこでですね、それぞれの分野において、あるいは皆さんの関心の中で簡単に答えが出ないですね、問いというのがあるはずなんですよ。そういうものを自分がきちんと大事に持っていく中で、答えっていうのは簡単に出ないんだということをですね、ずっと日常の中で経験してほしいということなんですね。そして宗教というのはですね、もうその最たるものです。人間死んだらどうなるんですか。答え絶対出ません。出ないけども、そのことに対してですね、もう何千年何万年と人間はこう考えてきてるんですよね。ですからそういうですね、答えが簡単に出ない問いというものをどっかですね、自分の心の中にぶら下げておいておくとですね、ある種インスタントな答えに対する免疫体制をですね、
皆さんが持つ一つのきっかけになると思います。ですからこれからですね、学年末が近づいてくると、簡単にレポートを書こうとね皆さん思うかもしれませんけども、それはそれでねうまく要領よくやってくだされば結構なんですけども、要領よくやる部分とですね、そうではなくそれだけにですね皆さんの身をですね投げ出してはダメです。要領よくやる部分もあってもいいと思うんですけども、そうではなくてですね、簡単に答えが出ないある問いに対してですね、しつこくですね尋ね求めるような感覚ですね、これは学問を深めていく上でですね書くことができませんので、そこの部分ですねしっかりと持っていただきたいと思います。はい、それからリアルな人間関係からのですね、逃避というところもよくね指摘されます。で、多文化社会の中での閉鎖的人間関係ということで、文化がですね多様化してくる、あるいは宗教もですね多元化していくにもかかわらず、それがですね私たちの価値観の多様性につながっていくんじゃなくって、残念ながらですねネット社会というものがよりこう閉鎖的なものにですねしていくというような皮肉もあります。で、これは移民社会のですね新たな課題として一つ指摘しておきたいことがありまして、これはヨーロッパでですねいろんな調査とかが行われているんですけれども、今ですねヨーロッパの国によっては日本も一部そうですけども、同じ教室にですね異なるエスニック人種とか民族のですね子どもたちが席を並べているということは、これはごくごく一般的にあるわけですよね。で、そういうですね子どもたちが、どういうふうにですねうまく教室の中で共存しているのかということを調査しています。で、昔であればですね、これは一つ教室というのはですねまさに多文化異文化に接するですね最大の場であったし、そこでですね多様性を学ぶことができたんですけども、今子どもたちにですね調査すると、今あなたはですね誰と一番頻繁に例えばコミュニケーション、スマホとかで携帯を使ってやり取りしてますかっていうことをですね質問すると、圧倒的多くがですね自分と同じエスニックグループ同じですねエスニックグループの人たちなんですね。ですから教室の中にいる隣の席にいる人とですねこの自分がこう交流を深めていくというよりかは、何か問題があったらスマホとかですねそのネットワークを使ってその同国のですね仲間とコミュニケーションを取る、これはこれでですね安心の基盤にはなるんですけども、インターネットがですね非常に進みすぎてしまったがために、かえってですね異なる文化や民族の人と直面して生きていくですね必要性がなくなっていったということです。ですからこれがですねインターネットの良い部分とですねやっぱり悪い部分、やっぱり両方あるということをですね知っておく必要があります。はい、それから次ですね、リアルとバーチャルの長い歴史ということで、人類は太古の昔からバーチャルを意識してきたということはね授業の中でも何度も似たようなことをですねお話をしてきました。日常世界と超越世界の交流とかですね、聖者と死者の交流、それから人類、人間とですね、動物の交流ということですね、つまり実際のですね目の前にあるリアルな生活を超えたところにですね人間やっぱり意識関心がですね向いていくということですね。そして前々回ぐらいからお話ししてきたところの一つを取り上げると、リアルとバーチャルのですね平行関係、バーチャルにですね行きっぱなしというわけにね私たち行きませんけども、そういう行ったり来たりの平行関係を見出す知恵としてですね、不在者の倫理というですね枠組みも提示をいたしました。で、これはですね、言い方を少し変えると、今生きている私は無数の過去の不在者のですね、上に生かされているということであったということですね。そして今生きている皆さんはですね、この将来のですね世代、未来の不在者が生きる世界をですね刻々と今作っていることになります。で、そこでですね私が皆さんにお伝えしたかったのは、私たちはですね普段リアルな世界では自分のですね、欲求の充足、目的を定めてですねそれを成し遂げるために自分は今何をすべきかという形で、本当に狭い範囲でこの充足ということを考えがちなんですけども、それに加えてですねアトム的なこの充足だけではなくって、それを超えたコスモロジカルな自己理解への想像力をですね持ってほしいということをですねお話をしてきたかと思います。で、これはですねやっぱり想像力の問題です。皆さんは確かに個として生きていますけども、これは例外なくですね
今生きているいかなる命も、これは生きているものというものはですね、生命は生命あるものしかこう生まれてこないわけです。皆さんは直近のところではですね、お父さんお母さんおじいさんおばあさんひいおじいさんひいおばあさんぐらいまでは想像できるかもしれませんが、そんな程度ではなくてですね、今生きている皆さんの命っていうのはずっと遡って考えてみてください。想像してください。人間としてのですね、先祖をずっと遡っていけるいくだけではなくてですね、その人類もまたですね、他の動物を経てですね、命は命あるものしか生み出されないわけです。それは皆さんがですね、ここにあるということは、それを生み出したもう何万どころでは済まないようなですね、命の連鎖の中で地球が誕生してからですね、最初の生命が誕生してからですね、そのどこでも途切れることなくそれが続いてきたがために皆さんが今存在しているということですね。ですからそういう今皆さん普段は意識しないかもしれないけども、さまざまなですね、不在のものによってですね、皆さんの命はですね、その命の連鎖の中でそこにあるということです。こういうですね、生きるという感覚をアトム的なですね、自己というところに閉じ込めないですね、でむしろそれをこう解放していくような想像力というものがですね、求められるし、そういう手助けをですね、宗教はしてくれるということです。で今ですね、このバーチャルの世界、ネット世界のね、問題ちょっと触れましたけれども、それをですね、どうやって対処できるかというと、今のですね、バーチャルなネット世界よりもっとですね、バーチャルな世界を皆さんがですね、想像できる力を持てば、今のネット世界もですね、これは相対化できます、対処化できます。ですからその中に埋没してしまって、もう右に左にですね、どうしようかああしようかではなくてですね、そのバーチャルなネット世界ですらですね、人類的に見れば、もうもっと大きなですね、バーチャルな世界のですね、一部に過ぎないということですよ。ですからそういう形で、その世界をですね、対象化するということ、それがそこに依存しないということのですね、一つのやり方です。依存するということはその世界の中でしかですね、生きれないということなんですよ。そうではなくて、この世界の中にも自分は生きているけども、違うですね、世界も知っている、複数の世界を知ったり、その世界よりより大きな世界を知ることによって、一つの世界に依存せずに済むようなですね、自由度を皆さんは得ることができます。でですね、次神の国のリアリティということに、行きたいと思うんですが、これはね、最後ですので、ちょっと聖書のお話も少し交えてまとめていきたいんですけども、これは終末論のところでですね、神の国ということについてはお話を、しました。それを少し角度を変えてですね、最後まとめにしたいと思います。イエスはですね、神の国をいろんな例えでもってお話をしてですね、それがたくさん聖書にあるんですけども、例えを用いずには語ることはなかったと言われるぐらいですね、例え話が満載されています。でそこで大事なですね、誰にでもできるような、理解できるようなですね、日常的な素材からですね、イエスの例え話は構成されているんですね。神の国っていうのはですね、ある意味で非常にバーチャルなものです。何か分からないですね。非常にバーチャルなものなんだけども、それを語るときにですね、イエスは誰もが知っている非常にリアルな素材、例えばからし種とかですね、バンダネっていうものをですね、使ってそれを話してるんですね。一つだけ例えをですね、このからし種の例えを紹介しておきます。短いので読みますね。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になるっていうですね。これもう短いですけど、例え話なんですね、イエスのね。ですからもう消し粒な本当にちっちゃい種なんだけども、それがですね、何かわからないけど不思議な力によって大きくなる。こういうですね、力を神の国のですね、例えとして語っています。で、イエスはですね、そういうリアルとバーチャルをつなぐですね、作法というものをやはりこの語っていくんですけども、これはですね、言い方を変えるならば、リアルとバーチャルとのですね、二者択一的な問いをですね、拒絶しているというふうに言い換えることもできます。で当時のですね、状況、イエスが生きていた状況の中でですね、このリアル派とバーチャル派をですね、あえて言うならばこう上げることができるんですね。一つはですね、熱心党と言われるゼロ体と言われる人たちで、これは
当時ですね、パレスチナの地方っていうのはローマの属国、植民地のような、ね、扱いを受けていましたので、そういうローマのですね、軍隊を消し散らしてくれるような、まあ、聖書の言葉で言うと、天の万軍、そういうですね、軍勢を引き連れてですね、メシアがやってきて、そしてそのこの地上においてですね、ローマ兵たちを蹴散らした上で自分たちの王国をですね、打ち立ててくれるような、そういうマッチョな軍事的なですね、いわば勝利者としてのメッシャを望んでいた人たちがですね、これリアル思考の人たちとして実際いました。ローマに対してですね、何度も反旗を翻すようなですね、人たちです。他方そういうですね、リアル世界から完全に隠遁して、視界のですね、ほとり洞窟の中で隠遁しながら、超常的、まあ、なんていうかな、超越的な形でこの世のですね、転覆っていうかな、変化、変、あの更新をですね、願ったような、クムラン教団と呼ばれるですね、人たちがいました。これは目視的なですね、アポカリプティックな世の終わりを待ち望むですね、光の勢力とですね、闇の勢力が戦って、最後ですね、光の勢力が闇の勢力をですね、打ち破って、世界がですね、大きく更新されていくようなですね、そういうこのバーチャルなですね、まあ、世界終末論みたいなものをですね、考えた人たちもいました。で、彼らにとってもですね、やっぱりその、大きなですね、世界の転覆の中でメシアがやってきて自分たちを救ってくれるっていうですね、そういうやっぱりバーチャルなメシアを、思考したんですが、イエスはですね、このどちらのメシア像も拒否したんですね、拒絶します。そうではなくて、じゃあイエスはどうであったかというとですね、マッチョな軍事的なですね、支配者としてのメシアでもなかったし、バーチャルのですね、メシアとして、この、なんていうかな、この世界終末をですね、もたらすわけでもなく、イエスがしたことっていうのはですね、十字架にかかり自分の命をですね、差し出す、そういうメシアだったわけですよ。ですから弟子たちはですね、自分たちが期待していたメシアと全然違ったので、もうそのですね、光景にもう恐れをなして、多くの人、ごく一部のですね、女性たちを残して、弟子たちはですね、もうそれ理解できなくって、もう散々みんなバラバラになっていくんですね。そして、自分たちが期待したメシアとですね、全く違う、そうですね、姿をイエスの十字架に見る中で一旦バラバラになったんだけれども、それをですね、再度、まあ、理解する中で、まあ、イエスのですね、まあ、イエスを、まあ、信じるですね、後のキリスト教の集団が現れてくることになります。ですから、まあ、ちょっとね、このあたりを深く話すと時間がかかりますので、ここで止めておきますけれども、まあ、ここでね、言いたいのは、リアルとかバーチャルのいずれにもですね、行きっぱなしではなくてですね、リアルとバーチャルの間をですね、自由にこの往復する、往還運動するですね、そういうやっぱり自由さというものをですね、やっぱり私たちは見出していく必要があります。そしてそのですね、複数の世界を行ったり来たりする中で、新しいリアリティというものをですね、どうやって紡ぎ出していくことができるのか、これがですね、私たちにとってのですね、まあ、課題、問いというふうになります。はい、では、最後になりますけれども、まあ、このですね、まあ、現代神学の、まあ、授業全体を通じて、まあ、最後にですね、言っておきたいことの一つは、解放の神、まあ、そのシュバイツァーからシュバイツァー、ボンヘーパー、そして解放の神学、黒人神学ですね、等々ありましたけれども、それぞれの神学においてですね、コンテキストがありました。そしてその視点からですね、この世の中っていうのはですね、決して従前たる幸せ満足をですね、提供してくれるものではなかったんですね。ですから黒人なら黒人の視点で、自分たちにとってより良い世界というのはこういうものだということをですね、自分たちの手でやっぱり作っていかざるを得なかったわけです。女性のフェミニスト神学にしてもそうです。ですから私たちはですね、まあ、そういうそれぞれの神学が追求したようなことをですね、ある程度こう総和しまとめながら、より良い世界をですね、作るためにどうしていったらいいんだろうかということをですね、やはり、まあ、自分たちのコンテキストにおいてですね、考えていくというのが現代神学のですね、課題を引き受けるということにもなります。で、これはエコロジーの神学のところでも言いましたけれども、とはいえ世界は変わりません、簡単には。で、変わらない理由はたくさんありますけれども、大きくですね、理由を2つ挙げるとするならば、それは無関心と既得権益に対するですね、まあ、執着であるということをですね、お話ししたかと思います。で、皆さんがこれからですね、まあ、大学での学びを終えて、社会人になっていく、
そこの中でですね、皆さんは安定した生活を もちろんまずは求めると思うんですけども、既得権益の中にですね、とらわれていって、とにかく自分にですね利益を提供してくれるんであればそれはそれでいいじゃないかという形で世の中をですね肯定していくような人間の群れの中に徐々に取り込まれていくわけなんですよ。ですからそういう中でいやいやちょっと待てよと、そういうものをですねきちんとやっぱり対象ができるかどうかっていうのは結構やっぱ大事なんですね。でここではですねまず無関心ということをですねもうこれ大問題ですので、最後にですね、エリ・ビーゼルの言葉を紹介しておきたいと思います。似たような、ね、言葉はマザー・テレサも語っています。これね大事なので読んでみますね。愛の対極にあるのは憎しみではない無関心である。美の対極にあるのは醜さではない無関心である。知の対極にあるのは無知ではないそれもまた無関心である。平和の対極にあるのは戦争ではない無関心である。生の対極にあるのは死ではない無関心、生と死に対する無関心であるというですね、ということで、結局、今ある問題というのはですね、もう全て無関心に端を発しているということをですね、ビーゼルは言うわけです。エリ・ビーゼルという人は、そのユダヤ人としてですね、あのホロコーストを逃れたサバイバーの一人なんですけれども、結局その当時のですね、ユダヤ人の苦悩に対する無関心というものが大量のですね、ユダヤ人の虐殺を生んだっていう、彼は身をもってそれを知ってるんですよね。ですからそういうことをですね、この世のからなくしていくためには本当に人々が無関心を乗り越えて世界を見ていくっていうこと、関心をですね、広げていくっていうことがいかに大事かっていうことをですね、彼は語っています。この授業を通じてですね、皆さんがキリスト教とかですね、神学とか宗教に関してですね、今まで知れなかったような部分をですね、もし知ることができるならば、それが皆さんのね、関心をこう広げていく一つのゲートウェイになるっていうことですね。はい、そして、最後にですね、ちょこっと残っておきましたけども、同志社大学の場合ですね、普段これは入学式卒業式にちょろっと出てくるぐらいなので、このクラスはですねあえて強調しておきたいんですけども、新島ジョーがですね「両親の全身に充満したるマスラオの起こりきたらんことを」ということで、こういうですね人物を、自分は教育を通じて輩出したいということが同志社大学のですね一つの理念になっています。新島ジョーの願いなんですね。これが両親碑として、今もそちらの、入り口のところにありますけれども、両親の全身に充満したる、マスラウというのは、男ですから、今の時代だと、これフェミニスト的な修正をするとマスラウでは違う言葉を、置き換えないといけないんですが、いずれにしてもですね、両親がですね全身に充満したような人間にですね、同志社を育つものはなってほしいということです。でそういうですね基準で皆さんね自分自身を振り返った時にね、どう考えるかということですね。両親の充満度、私の場合ですね、多分 20% ぐらいですね、あんまり充満してません。充満してないということがですね最近自覚されて、これはやっぱちゃんと研究せんといかんなということでね、研究センター立ち上げたりしてるんですけども、本当ね充満度非常に低いんですよ。ですから、20% ぐらいがですね1年経って 30% ぐらいになればこれ大きいので、やはりそれは、自覚しないと、変わりません。自然な形で両親が、充満するなんてことはありえないんですよね。ですからそういうことを成し遂げていくためにも知るっていうことが非常に大事なんです。両親、これね日本語の言葉は中国から来てるんですけども、もともと新島ジョーがですねアメリカで出会った両親コンシエンスっていうことはですね、元気は共に知るっていうことです。知るということによって皆さんの世界の見方が変わり、そして結果的にですねそれによって関心が喚起され、良心が覚醒され、良心を実践していくようなですね人間になれば、皆さんのですね良心の充満度っていうのは徐々に徐々にやっぱアップしていくと思うんですよね。そしてそういう人が他の人にですねまた良い影響をですね与えることができると思います。ですから知るということはですね単にその自己満足で終わるんではなくって、共に知る、今の、世界の課題を共に知ることによってですね、その実践者をですね、やっぱり一人ずつこう増やしていく、仲間を増やしていく、そういうふうなですね、良い連鎖が続いていけば世界は良くなります。今日の世界より明日の世界はですね、良くなるはずなんですね。ですからそういう可能性をですね、実感させてくれる、この人と一緒にあれば世界は良くなるんじゃないか、そういうふうなですね、ことを感じさせてくれるような人間にですね、皆さんになってほしいなというふうにですね、思います。
まあ、そういうことを、ね、考える、まあ、あの素材をです、ね、まあ、今学期、提供できたら、まあ、よかったかなというふうにです、ね、思っていますので、まあ、その辺を、ね、少し振り返ってみてください。はい、では、このまとめについては、以上で、終わります。